ふん、今回の水着はこんななんだ。なら、いつもより大人っぽいイメージかな。ももこはプロだから、シチュエーションに合わせるのは当然だよ。ももこも昔は、忙しくて大変だったから、花火で遊ぶのは初めてなの。お兄ちゃん、みんなで花火するのって、こんなに楽しいんだね。お兄ちゃん、そんなところで何してるの？みんな帰る準備できてるよ。まあ、大人なんだからしっかりしてよね。まあ、ももこも楽しかったから気持ちはわかるけど。ももこより、あかねさんの方がはしゃいでたもん。両手に花火持ったまま走ってて、びっくりしちゃった。それに、お兄ちゃんだってこれじゃ足りないなって、途中で花火買い足したでしょ。え？次、あるの？私、シアターのみんなとやりたい。あと、色が変わる花火もいっぱい買っておいてね。